アベニー・パファーは、フグ目フグ科に属する魚。インド南西部原産の世界最小の淡水フグである。体長は、最大でも2.5から3センチメートル程度と、小型である。体色は黄色であり、背側に、深緑色から、黒色の光斑が入る。メスは、腹部以外に黒いドットが入り、オスは、目の後方に深いシワが入ることから、 シールの判別が容易である。フグ目特有のフグ型体系をしている。インドのパンバ川などに生息する。淡水域のみで存在が確認されている。また集団で生活し小型の海類などの軟体動物を食べていると考えられる。スネール、ブラインシュリンプなど活餌を好む。海類を好んで食べるため、スネールイーターとして水槽水槽に導入されることもある。 水槽内での繁殖が容易であり、報告例も多い。健康なシウが揃っていれば繁殖する。繁殖の兆候としては、オスの腹部に婚姻色が出るほか、メスの腹部が膨らむ。産卵はバラ巻き型であり、5日から7日程度で孵化する。非常に小さいため小型水槽で飼育でき、工夫次第で多頭飼育も可能であることから観賞魚として飼育される。 淡水フグの仲間では、飼育が容易な部類。水槽内での寿命は3年前後である。グッピーなどと、混影させるとヒレをかじるので混影相手には、注意が必要。また柔らかい水草もかじってしまう。フグ毒を持つか否かについては未知数。しかし、フグ毒は、天然の細菌などが作り出したものを、フグがその細菌を食べた。 微生物を食べて摂取するものとされているため、生まれた時からブラインシュリンプや人工飼料などのみを食べて育った養殖個体ならば毒性はないとされるが、野生個体の場合はフグ毒を持つ可能性がなきにしもあらず、ありがとうございます。